ぶらぶら大阪から福井の方まで歩いてきたんですよね。あ、すげえな。一回ヒーロー着てみる。で、右側がファッションというかアパレル関係らしくて。いらっしゃい。どうぞ。どうも。18万。ちょっと足着てみようか。いただきますね。はい、はい、ということでですね、今から買い物にしようかなと思ってブラブラ大阪から福井の方まで歩いてきたんですよね。ほんならなんかどうも服屋さんっぽいところがあって、これなんて書いてんや、ザ・ゲートって入ってんの。入ってますよね。そうだね。あ、ここちょっと寄ってみようかということで、まあ、なんで寄るかっていうと、こうちゃんと従業員の人が落ち葉も拾ってはって一生懸命やってはるってことはすごいいい店なんだろうというところで入っていきたいなと思います。なんか福井しかないんちゃうかな多分。ほらクリスマスだよ。クリスマスだよ。ほんで、で左側がキャンプとからしくて、はい、で右側がファッションというかアパレル関係らしくて、キッズもあるし。本当だね、かわいいね、うん、見てくださいよ。あ、持ってるやつじゃん。そう、今年のやつやね。この辺が、あ、そうなんだ。そんな柄柄もあるんだね。そうそう、さき店員さんも来とったで、この紫、女の人。へー、かわいいね。この辺レディースちゃう？インスタでよ、レディース上がってほら。へー、あとでレディースも見やなかな。うん、ちょっとな、まず、うん、あ、子供あるんだ。あ、かわいい。パタゴニアとか、アークとか、うん、あとノースフェイスもあるやん。ダナーもあるし、チャムスもあるし。チャムス？あ、ほんとだ。ダダーン。これは家にあるやつありますよね。ほんでマウンテンジャケット、さっき着とった俺。うん、あ、着てたね、黒。うん、水色もあるね。これマウンテンライトか。かわいいね。これライトやな。これレディーシャメンズかな、わからんわ、メンズかな。で、これがユーティリティブランよ。こっちもある、黄色。あ、ほんまやな、サミットゴールデン。いろんな色があるね。あれ？あれ？ルプシ普通にあるよ。あれ？あれ？サイズは？ XXL。お、大きいんだ。うん。ってことは普通のサイズがもうないんかな。どうなんだろうね。デナリ欲しいな。あ、デナリ？うん。あ、ちょっと待って、バーサロフトあれやもん。うん、あるね。サイズがちっちゃいのかもよ。あ、そうかもな。小さそうだね。あ、S や。あ、私じゃん。あ、M や。あ、私じゃん。入らんからな。俺 XXL やん多分。私が着れる。ちょっと待って、これさ、動画作ってる、あのアップしてるかは分からんけど、これもあるよね。いえ、あるね。ほんでさ、うん、ちょっとまずもう速攻気になってるのいいかな。うん、これ。何それ。まだダウンパーカー。これな、うん、ヒムダウンパーカーって言ってさ、今年から出たやつやね。へえ。だからさ、まだ俺も着たことないやんか。ちょっと一回着てみようか、うんうん、あのちゃんとこれ許可は得てるから勝手に着てるわけじゃないから言われちゃうからね、うん、たまたまフラット店入ったのに許可を得てるという。こうやって設定がバラバラやねんけど、硬いんだね。え、なんかガタ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 って硬いんだね。ゴーゴーしてるね。そうそう、だからもうこれほんま極寒地とかのやつなんやろな。あ、ここに大きい鏡やと助かるわ。よかったね。あ、すげえな、うん、でもめっちゃあったかいよ、そら。なんで苦笑いしてるの、ずっと。日村さん、ヒムダウンパーカーな。日村パーカー、うん、これもブラックだけなんかな。あ、色味が、うん、どうなんだ。それ黄色とか赤もあんねん。後ろなんかちょっと色薄いやつない？え、緑みたいな。あ、ヌプシや、それは。あ、ヌプシなの。うん、ニュートープのヌプシや。あ、なんだ、めくってもめくってもノースの団子出てくる。あ、ほんとだ、そこに隠してたんだ。そうそうそう、これ人気やからさ、隠しとかんと。そっかそっか。で、L 一回着てみようか。それ何だったの今。今の M、 あ、多分サイズは M やねん。うん、M だったね、どう考えても。で、これで後ろを振り返ってみる、うん、めちゃくちゃ広いで。
すごい広いね、うん、これあの後ろ振り返ってもらって思ったやろうけど、うん、誰も客おらんやんって感じやけどさ、うん、これあのオープン前にとって配慮してもらってるからおらんだけどさあでかっ大男やんなんかさグラコンっていうか、 なんかグラウンドできるやつあるじゃんサッカー部とかロングのあ監督とかおっさん来てるやつそうそうちょっともうちょっと長かったらここにアディダスとかそう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 それ見たすげえなこれめっちゃあったかやろうなもう実現できるか分からんけどさ、うん、来月さ北海道行くやんかでその時のその比較動画を作りたいからっていうのもあんねやんか、うん、だから似合ってるか似合ってへんかっていうのももちろん大事なことやねんけどでも今年出たばっかりのやつやからさ俺はさ似合ってる服を買う仕事ではないからさ、うん、でなり窓で来てみるうん欲しいでなり欲しいだって今来てみるうんうんはい来てみたらいつもこのスカートなっちゃうねだしお出かけの時あいつそうやって予防線貼っとかんとなコメントで来たら嫌やもんなそんなこと言わないで同じやつ服やんけってフードありがいいのあーどっちでもいいそれはどっちが可愛いこっちだって中にフーパーカー着れるやんあそっか M もうちょっと L ぐらいがいいんじゃないもっと大きめに着るんだったらそれ何 MM やったら俺普段でしょ、うん、持ってるやつ一緒もうワンサイズ大きいのが欲しいもうワンサイズ上が欲しいのうんなんで大きめ行きたいからこれからもっと太る超える予定だからさ最近ちょっとゆったりしたのねハマってんねんなちょっとおデブだからさちょっと俺そのデナリのおデブ話はいいねんけどこれビレイヤーの方が気になるな本当女子でも人気やねこれビレイヤーってへえ。これ知らんこれ M しかないか後で店員さんに聞いてみたら、うん、ちょっとあのカメラマン仕事してもらってみるあ、なんかや、うん、ほらさっき言ったなんかあるじゃんって全然聞いてなかったこれ家にありませんありませんあ、またちょっと映っちゃってるかも私見てたっくん忍者のように動かないなんでなそこに鏡あるからこれああ、MXP やかわいいヘリーハンセもあるでこれ女性のやつやんパタゴニアとかありがとうございますあこれめっちゃかわいいやんありがとうございますこれ家にあるタオルのやつよねあ本当だでかいやつねうん、かわいいうんありがとうございますめちゃくちゃ重ない、うん、ノースだらけじゃん、うん、ちょっと後でビレイヤー着さしなうんなんかノースのお店よりありそう確かにチョコレートよりあるかもなだってこんなキッズもいっぱいあるしなんかこれもあるよねこれもあるよねうわよく見るやつこれもジップじゃないやつあるよねあ、我が家にあるねあるよねあ、パックンこれネックウォーマーあったかいんかなあ、これはどうなんやろ薄いなちょっと薄さっていうよりかはあ、でもあったかいんちゃうかあ、ほんとうん俺さノースのさ、うんうん、インナーのやつ中に冬になって着てるやんあったかいやつヒートテックの代わりみたいな、うん、あれと同じ生地やんああこれそうだね確かにこれ見るねそうやろ、うん、だからあったかいと思うねたくんチャムさんなんかこれかわいいよなうまいな俺でもなこういうフード付きのやつでなかわいらしくなりすぎてあんま似合わんねんレディースじゃないのそれえうまいねいや絶対似合わんやわし、まあ、こうやったらそんなかぶってないからねこうやってねかわいいかわいいどうかわいいかわいい次行こうあとねあれもいんねんななんか前さ、はいはい、アークのでもさ、うん、言われとってんリクエストなんでしょうかカッパフーディーってやつやねんけどさ、うん、カッパフーディーいかにもカッパっぽいね、うん、そうあカッパなんだどれなんやろこれなアークテリクス一歩間違えたらめちゃくちゃ高いからあそうなんだうんそのノースとか火じゃないでこれは持ってるやつだねアトムエアルフーディーだねいっぱい持ってるか分からんよ特になアークテリクスはな、うん、よく分からへんね俺も名前とか覚えてないからなんかみんな同じような色やんアークって黒っぽい感じのああこういう色が得意なんやろ多分だから分かんない持っててもあ俺が選んでるのがそれってことか女子レトロ X まで可愛いちょっと聞いてくわすみません、はい、カッパフーディーってありますかアークテリクスのあーないですかあ、わかりました女子どうんあ女子のプシやん今年の
女子ヌップスなんてあんの？あんねん、ちょっと短いね。へぇ、来てみる？キッズみたい。いや別にいい。あ、そうか、開けた方がいい。うん、いい、全然いい。ちょっとあのビレイヤ着ようか、もう一回。え、ビレイヤ着てみようか。あ、はい、ちょっと気になんねんな。ヌップシャツですね。ヌップシャツ、うん、それももう持ってたけどあげたね。あげたね。うん、俺こういうのも黄色似合わんからな。確かに。一回黄色着てみる。まあいつも黒ばっかり着るだけね、いいんじゃない。これのな、オレンジみたいなのがあんねや。そういうのとか、あと薄い青があんねんか、うん、それはいいなと思ってね、色が。で多分人気やからないんやろな、もう、まあ、目立つけどね、だいぶだいぶね。めっちゃ軽いな、やっぱ中がオレンジだから変な感じするけど、普通に。でも一歩間違えたら交通整備のおじさんだよな。これか。逆にどんな人が似合うの、その色。これ、うん、どんな人やろう。なんかこうワイルドな人似合いそうじゃない。ヒゲふわっと生えてる人でみたいな。なあ、でそういう人って何でも似合うよね、大体。まあそうやねんけど大体そうやねんけど、うん、ちょっとビレイヤーの、あの暗めの色も着ようか、うん、これ意外とこれ M サイズやけど、サイズ M っぽい。ちなみにこれは女子にも人気やねんで。あ、そうなの。おん、ビレイヤーって。おいおい、携帯片手に仕事してるやないかい。え、そんなことよりさ、このダウンジャケットの感想どうよ。おお、なんか切れ目系だね。あ、そうかもな、だから女子受けするのかも。うん、なんか綺麗な人に見える。綺麗なとか、そういう人って。これでなんかグレーのパンツとかスラックされたらおしゃれと思うね。あー、確かに、なんか綺麗だね。なんかその袋どうにかならん。袋をちょっと後ろにやるとかさ。あ、そうかこれね何やってんのこう。うん、なんかオレンジだけよくわかんないな。ビレイヤか。俺ヒムダウンパーカーかなと思ったけど、ビレイヤかもしれんな。うん、いやビレイヤはさ、みんな興味あるって前から言ってくれとってやんか。で俺持ってないからさ、うん、これよくな、バルトロの代替えみたいな感じ言われんねん。バルトロもいいねんけど、値段が一緒やねん。へー、だからなんかバルトロ買うんかビレイヤ買うんかって結構みんな言ったりすんねんけど、実は同じ値段やんけど、生地とかはこっちの方がちゃんとしてねん。バルトロよりもっていう特徴があったりはすんねんけど、まあ、そんなはな、あの買ったら紹介するとは思うけど、どうしようかな、迷ってくんな。ほんな日村より絶対こっちの方がいいじゃん。でもさ、日村はさ、今年初のやつやからさ、見たい人多いと思うね。確かに。だからちょっと一回日村着てみようか。あのここファーついてたらやばいやつだね。ガラバル男やもんなこれ、うん、シャツ出てるけどいいの。あ、そっか、汚い汚いこれ、うん、で今年出たばっかりやから注目度はあるっちゃあるねんけど、なんかね、トータルでかい。これさ、フード外せんねん。フード外すんだから一回。あ、そうね、フード外せんのか。フードを外すことによって、しかもスナップボタンで外れるから簡単に取り外しができるっていうところも良かったりするんですよね。へえ。なんかちょっとちゃうんか、微妙に。なんかチャッチーな。やっぱなんか素材のパリパリ感かな。まあ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 、でもな、この値段に抑えようと思ったらしゃあないと思う。うん、このヒマラヤンパーカーって10万ぐらいするパーカーの、なんていうの、現代版やから、ちょっと値段下がってね。うん、元は10万ぐらいのパーカーをやってんだけど、実際7万ぐらいで売れるから、どっかは省かなあかんね。そうか、俺全然日村ダウンかなと思ったけど、そんなことないんか。どう、自分見てみて。いやいや、似合ってるとは思わへんけど、まあ、話題性として、話題性というか、見たい人は絶対おるやろなと思ったりするけど、それやったらビレイヤーの方が見たい人おるんかなと思う。うん、だから、まあ、正直さ、ここのさ、お店の人がさ、了承を得てくれた時もさ、うん、ヒムダウンパーカーって入りはるんですかって聞いた時に、うん、あ、入るんですよって言ってくれとって、うん、でさっきもさ、ちなみにどこにあるんですかって言ったら、こっちですって言って喜んで言ってくれてたのにさ、うん、あ、やっぱやめますわってなかなかこう言いづらいところもあったりはするやんか。そうね、うん、まあでもどっちかやろうな。うん、まあ、ヌプシのベストとかもさ、こういうのもあったら結構便利やねやと思うで。うん、まあ、いつ使うねんって言われたら結構難しい、うん、運転の時とかになるのやと。もうダウン着ないやん。いい俺がとかじゃなくて、あ、かっこいいねんけどさ、うん、結構それこそ店員さんとか着てんねん。ノーソン店員さんとか、うん、ヌプシのダウンベスト着てる人めっちゃ多い。多分店な、じゃ店の中でちょうどいいのかな。ちょっとさ、はい、迷ってきだしたからさ、うん、キャンプ靴でも見に行く。いいよ。こういう時はちょっと箸休めしとかんとさ。そうか、うん、なんか頭こんがらがってくるから。あ、そう。マウンテンバーサー、これあれやね、ジップインジップできるやつやね。ジップインジップって意味わかる？うん、ダウンと一緒にインできるみたいなやつね。
ケットダウンじゃなくてな、ジャケットとこういうジャケットと、はいはいはい、分かってるけどね、一緒にこれ着付ける、はい、すごいですね。でそれがユニコーンのやつもね、企業的にできるんでしょ。そうそう、ジップは一緒だとできんねんけど、一応あれは対応済みですよっていう話やらしいわ。はいはい、わこれかわいい。え、あごめんごめん。キャンプ進路に、いやでもやっぱこういうところでさ、うん、もしかしたらさ、うん、雑貨とかたまに買ったりするやんか。ほんでそれによって気分が転換してさ、これ今年出たやつ、うん、ダナーとのコラボ、スノーピークと。ダナ？ダナーってや。あ、ダナ。うん。スノーピークのコラボやねんて。スノーピークこの前行ったね。行ったな。あすごいな、ダウンの椅子なんかもあんで。なんか誰か YouTube やってたあれ、あの椅子で家でなんか。あいいね。うん。あの寝転べんねん、あのままガタンって。いいね。あんなもん買ったら絶対動かへんや家から。これキャンプする人らからしたらさ、たまらんねやろな、こういうの。確かにこうやってさ、ブラブラしてたら思ってきた、ビレイヤパーカーかもしれん。でしょ、うん、なんもうな、ちゃうねん、理由としてはヒムダウンパーカーは置く場所がないねん、もうほんまに。 あれを買ったところで、え、これ 50% オフになってんで。あ、30% やった。18万。18万、 30% オフ、12万。でも安っと思う人がいいんじゃない。それはそうやん。でも言うとけど、うちの家賃よりは高いで。割引されたところで。もうこれで住まなあかんやん、うん、ここにずっと住むっていうんやったら安いね。安い、家売り払って、売り払ったって賃貸やけど、ずっと喋ってる、ね、こことかすごいで、ちょっと中入ってみよう、こういうの。実際入ったことないから。うおお、すげえ、秘密基地感すげえ。ちょっと中から見てみて。わあ、いらっしゃい。どうぞ。あ、どうもどうも。バチェラーやん。どう？よくない？いいですね。でもこのテント設置するだけで何日かかるやろな。確かに。できないんじゃない？無理や。俺は無理や。で、こんだけ荷物持っていこうと思ったらプリウスじゃ無理や。無理だね。無理。2往復ぐらいしかないな。あの、絶対かけないから。あ、かけへんの？かけないよ。なんで？片付けめんどくさいじゃん。そんなこと言ったら面白くないやん。例えばさっき言ったけど、アークテリクスで高いって言ったけどさ、このジャケットとかやったらどれぐらいすると思う？4万8千円。むしろ低いんや、それよりは。4万なんや、それも高いこと言ったらね。3万ぐらいかな。そう、4万やね、これが。お高い。なんかインナーダウンも欲しいって言っとったんですか。欲しい。サンダージャケット、うん、サンダーはさ、ちょっとアウトレットで一回見てみようよ。分かった分かった。だって君のやろ、どうせ。服とかもタックンが買ってくれるもんね。まあまあまあ、それは君のサードチャンネルのためにならないレビューのために俺やって喜んでくれる人がおるからさ。結局さ、うん、あれでさ、あのためにならないやつもさ、本当ためにって、うん、か、あのなんか服の話してないやん。お父さん言うとってんの？お前言ってさ、なんて言ってたん？お前あんなんでいいのか。誰が見とるの？どう？かわいいじゃん。 L の方がいい？ L の方が良くない？タックも着れるじゃん、L だったら。でも俺フリースいっぱい、俺あの黄色のやつとかぶっちゃうよね。あ、どうしてもこれとさ硬いんだよ、ね、何が違うんって言われたらさ、いや一緒ですやんいう話になるやん。まあ確かにね。でも君の好きなインスタグラマーはそれじゃ言わんから、うん、一回じゃそれも俺着ちゃおうか、うん、まあよく見るよねこれは、うん、なんかタックに着るとちっちゃく見えるね。まあだって男やからな。あ、そうか。いや、これ狂気者なんかで一番これ似合ってるかもしれない。実は普通にね、うん、もうフリースの時期終わってんねんけどな、レビューする時期。そうやったらバーサロフトなんか俺は興味は湧くねんけど、まあ一旦ちょっとこれ保留で考えようか、うん、どうせやったらバーサロフトも一回着てみたら。そうそう、それいい、それかわいい。これ俺は無理や。何サイズ？ S だ。 S か、ちょっと私着てみようか。積極的に後半以来積極的に着てないから。待ってや。ってことはさ、これ M やろ？ M やったら、俺もし XL 買ったら XL 着れるやろな。着れると思う、大きめで。これ M で、これ俺、これサイズビレイヤ M やな、多分。ビレイヤ M で、これ。もうもはやカメラマンもカメラも撮らんくなって定点で置き出してるから。今から働くよ。ちょっと待ってや、これサイズどう？ビレイヤのこれ今 L 着てんね。うん、ちょっと袋入れたら中に。あ、これか、うん、まあそんなに
ちっちゃくはないよね。で袖もさ、うん、まあまあちょっと大きめかなぐらいな感じで、次 M な、うん、これ M、 うーん、 M の方がすっきりやっぱしてるね。なあ、てかなんかちっちゃく見えるね。すっきり着たいなら M。 ああダボって着るんやったらもう一個上。うん、でもそれってダボって着るような感じじゃなくない？うん、ちゃうね。ちょっときれいめな感じだ。うん、きれいめな感じするもん。これやったらもしかして着れるんじゃん。私も、うん、うん、じゃあ一回着てみる。うん返事早いな、そういうのだけそういう返事だけものすごい早いな。うん、あ、着れるね。どう？え、いいじゃん、かわいいじゃん。これ着れる？着れ、このスカートの格好なら着れるんじゃない？うん、いいじゃん、上品な感じで。これに決定したら？なんで？え、一緒に着れるじゃん、珍しくダウンが、うん、OK、うん、これ最後にヒムダウンもう一回 M だけ着といていい？サイズ感だけ知っといたいの。うん、どうぞ。 M やな、これは見といて、俺が会計してくるから。わかった、ありがとうございます。はい、ということでですね、無事購入しましたので、またこれはレビュー動画出したいなというふうに思います。ほんまにたまたま最近歩いてたいい店よく見つけるんでね。また今度もたまたま歩きたいなと思います。では、さようなら。さようなら。